株式会社ザワークスは日本のテレビ番組制作会社、渡辺プロダクションの子会社である。1955年創業の渡辺プロダクションは芸能事務所としてタレントのマネジメント業務の他にテレビ番組制作も行っていたが、1980年代に入ると芸能事務所としての渡辺プロの力が低下。自社のタレントだけで番組をまうことができず、 他者所属タレントを多く起用するようになったことから、渡辺プロからテレビ番組制作機能を切り離して、1984年5月17日に渡辺プロダクション映像部として設立され現在の社名に解消。制作プロダクションとしては大手、テレビラジオ番組の制作やビデオソフトコンピューターソフトコマーシャルの企画制作などを行っている。1993年の 東京メトロポリタンテレビジョン会局に際しては出資とともにスタッフを派遣、番組制作を支援した。近年は深夜テレビドラマの制作にて制作委員会を立ち上げて自ら幹事者を担当することが増えている。委員はスタッフ協力だが制作クレジット表示なし。 バライティ1984年6月から1989年12月1990年代に2000年代に2010年代に2020年代クイズ ゲーム、1984年6月から1989年12月1990年代2000年代に2010年代に2010年代音楽1984年6月から1989年12月1990年代2000年代2010年代に情報、共養 飛行1984年6月から1989年12月1990年代2000年代2010年代ドラマ1984年6月から1989年12月1990年代2 0 0 0年代2 0 1 0年代2 0 2 0年代2 0 0 3年10月下旬見ごろ食べごろ電線版番,番組公式ウェブサイトに 視聴率の調査対象世帯に対して番組を応援してくれたら高額なプレゼントがありますなどと呼びかける文章を掲示した。この当時は日本テレビの視聴率不正操作が大きな問題となっている最中であり10月24日事態を重く見たテレビ朝日から削除を要求され該当ページを削除番組自体も11月2日の放送をもって打ち切りとなった。 2016年6月19日放送の珍種目、ナンバーワンは誰だピラミッドダービーにおいて、出演者があたかも脱落したかのような演出をしたり、その出演者を CG で消える処理など、恣意的な編集をしたとして謝罪した。ありがとうございます。